また同じところで間違っちゃった。想像以上に難しいわね。え、君いつの間に来てたの？失敗するとこ見られちゃうなんてかっこ悪いな。なんてハープを弾くのは初めてだから、さっきから失敗続きなのよね。見た目以上に難しくって、指の運びって言えばいいのかな。慣れない動きだからすぐに指が絡まっちゃうのよ。もしかしたらマキみたいにピアノをやっていたら最初からうまくできるのかもしれないけど、ちょっと休憩にしましょう。何か飲み物でも買いに行かない？え？せっかくだからハープを練習している姿が見たい？でもさっきから失敗続きだし、君に見せられるような演奏はできないわよ。それでもいいって、もう私が失敗する姿を見て楽しみたいの？ごめんなさい、意地悪言っちゃったわね。君がそんな人じゃないって知ってるのに。いいわ、練習を続けましょう。先に言っておくけど本当に下手だからね。絶対に笑わないこと約束できる？